土の場研究室へようこそ。ようこそ。はい。というわけで今日は、はい。こちらです。でーはーい。大変でした。夏季厳禁。はい。スピリタス。はい。1週間目でございます。そう、1週間。はい、この後もう1回、1週間経った、熟成させた時の動画を一応、はい。撮ろうと思ってますので、はい。本日は1週間経って、どんな風になってるか。はい。はい、見ていきたいと思います。はい。はい。というわけで今日も、行ってみよう。いや、減ってんのよ、だいぶ。体感で？体感で、はい。3分の1？ 半分いったかなぐらい。あー。うん、減ってると思います。減ってますね、ずいぶん。あとね、うん。なんかすげえのよ、木の匂いが。おー。溶けてんじゃない？たる？あー。まあ、可能性はありますね。あー、やばい。気がしなくもない。木にさ、うん。ピュアアルコールかけたらさ、溶けますよ、そりゃ。まあちょっと見てみましょう。見ましょう、見ましょう。ちょっとでいいよ。あ、いや、え？ほぼ透明です。本当だ。え？透明だね。ちょっと早く蓋しないと、爆発するから。若干つい、いや、でもほぼ透明だよね。うん。透明。透明。前回ね、サブローさん、サブローマルやった時は、うん、すぐ色ついきましたけど、ね、そもそもそういうところが溶け出ないか、溶け出ないのかもね。アルコールだから。そうだね、分子的な。だから水がある程度ないと溶け出さないのかな。可能性はありますね、うん、香りを。あー、若干めちゃ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 アルコールよ。若干俺は分からん。めちゃくちゃアルコールの香りしかせん。いや、若干ホワンと甘いよ。でもそう、甘みは確かにホワンとしてるかな、うん、ホワンと、うん、なんかあのスピリタスを直接嗅いだ時よりは柔らかくなってる気はするんですけど、いやー、でもほぼもう、若干だよね。若干、まあね、あ、でもピートの香りは若干残ってるよ、やっぱり。もうね、結構離してこうやってやんないと、うん、一気にアルコールを吸っちまうので分かりづらいね、うん、いただきます。いただきます。おお、後味強いあ、すごいすごい。アフター、あのさ、うまいね。うまいうまいわ。うまいよこれ、うん、アフター。いや、あっつやばっ、あっつ。いや、あり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 。いや、待ってくれよこれ、あっちいよ。この時期スピリタスやめた方がいいね。ギョンだって、ギョン。唇が一瞬で乾燥するちゃんとなんか、でも後味がタルカン、タルカンと甘み若干ってね、うん、すごい。後味の味わいはいいんだけど、まあ強え。これ飲みきれんかな俺このまま飲むもんじゃないもんね。そうね、あのね、入り口はスピリタスなんですよね。うん、だからもう最後のこのアフター駆け抜けてるところが樽の感じだった、うん、はい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 、うん、そんな風になってますね、はい、やばい、終わらせようとしてる。きついきついわ、もう一週間ちょっと岩ちゃん預けるねこれ。はい、任せてください、うん、もうめっちゃ怖いんだからねこれ、ほんとよろしく。もう持って帰って早くしんどいというわけで、はい、はい、もうさらに1週間後へレッツザゴー。土の場研究室へようこそ。ようこそ。はい、というわけで今日は、はい、2週間目でございます。熟成しました、はい、スピリタス、はい、タルスピリタス、タルピリタス、タルピリタス、タルピリタスはい、本日はこちらをもう、はい、中身ね全部出して、うん、味見ていきたいと思います。はい、はい、というわけで今日も行ってみよ う。さあ、いやー、管理のほどお疲れ様でございます。ありがとうございます。はい、爆発しませんでしたね。ヒヤヒヤでしたね。よかったです。もう木の匂いがすんごいのよ、うん、溶けてるよね。可能性はありますね。瓶に出してみます。そうですね、とりあえず瓶に出してみたいと思います、うん、さあ2本ですね、はい、2本ね入れたんですよ。1リッター、もうね、あ、でも半分ぐらいになったのかな、うーん、重さ的に。はいはいはい、はい、ちょっと出してみます。はい、茶色い茶色い、若干茶色い。おお、おお若干、若干だね。はい、茶色くなりましたね。俺で結構あるかな。
お、いや結構あるよ。へえー、あるね。俺結構あるよ。ねえ、全然飲まれてない。あれでも持った感じすげえ減ったみたいなね。持った感じはすげえ減ったんすよ。そんな感じしてましたけどね。だってパンパンだったじゃない。うん、なみなみだった。持った感じはこの辺まで減ってるような、そうね、イメージだったよね。うん、何が起きたんでしょう。何が起きたんでしょう。はい、天使のリバースですか。ゲロ若干色つきましたね。うん、まあでもやっぱ若干しかつかないですね。うん、はい、もうほぼアルコールですからね。三郎さんの時なんかこんな色ですからね。あ、そうですね、ちょうどありますから。いいですね、比較で。こんな色だったのが、ね、この色っすよ。うん、度数によって多分色がね、うん、違うんですよね、きっとね。そうでしょうね。うん、味見てみますか。いや、大丈夫ですね。ええ、ちゃ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 、何終わらそうとしてこんなつまんねえとかねえだろ。はい、終わりますとかないだろ。味見ますよ。おいおい、おい言ってば、ほら十分の少ないし。失礼します。ありがとうございます、はい、ではでもグラスについちゃうともうほとんど色が、そうですね、もう、ま、ニューポットみたい。うん、全く色はわからないね。まあ、若干若干茶色いから、うん、そうね。1週間目で飲んだ時は本当に透明だったよね。ほぼ透明でしたね。こんな感じの色ついてなかったと思うわ。うん、いただきます。では味を見てみます。香りから、香りから。はい、いやー、うわすげえな。なんか燻製チップみたいなね。あ、木ですね。家の杉の柱とかあるじゃないですか。ある。あれをさ、なんか除菌ウェットティッシュで拭いた時の香り。ああ、なんか古い家の木だよね。そうですね、古い家の木、畳にこぼしたマキロンみたいな。あそうね、カブトムシになったんじゃないって感じだよな、自分が。ああ、木ね。木しか感じない。木とアルコール。ああ、でも、でも、鼻が慣れてくると、若干甘い。甘い。甘いかな。三郎さんにも出てきてた、この樽由来の甘さ。そうだね。ボッターっとした、まろやかな甘さが。うん、足。はい。お、ちゃんと樽だ。飲み方を間違えました。言っちゃった。言っちゃいました。言っちゃいました。唇についたのね。うん、全部なくなるね。そう。さっさ一瞬で唇がパキパキになる。完全飲み方間違えた今。うん。あ、樽だ。樽ね。わ、うまいよこの樽感は。確かに味わいは、うん、美味しい。あ、そう。度数はぶっ飛んでるけど。もう無理だわ。度数的には凄まじいけど、うん、樽感はすごいね。うん、いやすげえな、やっぱこれ度数、あーすごい。うん、うん、確かにこれで40度とかだったら、うん、めっちゃうまいね。40度のウォッカやったらうまいんだろうね、きっと。うまいかもね。ね、うん、スピリチュースはちょっとやりすぎですね。ちょっとやりすぎだな、わかんない。でも40度なやつをやっても、うん、こんだけの樽感もしかしたら出ないかもしれない。なんか結構溶け出したのかもしれない。あと、これ溶け出してこうなってる可能性。可能性。はい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 。アルコールにはもう多分樽のああいう成分の分子が通らないんじゃないですか。そうかもね、このね。水の分子に溶け溶けるんでしょ、きっと。なんかかもしれないよね。うん、そうだよね。樽感も実際三郎さんの方が出てるもん。そうですね。三郎さんの1週間みたいな感じだよね。うん、確かに確かに。うん、思いついたのは、ああサイレントサード、ウイスキーサイドカーに。はい、これ15くらいこれを入れて、ああそうね、ちょっとだったらいいね、10とかアクセントね、10とかのアクセントでちょっと度数をガーンって上げるみたいな、カチッとキリッとさせるんだけど、うん、辛口なアイラ系のシングルモルトとかを使って、はいはいはい、サイレントサードを作って、そう、ね、さらにこうパンチを効かしていくっていう使い方、確かに確かに面白いかなと思いますけど、そんなのいいですね。あと、まあ、普通にソーダ割り、ウイスキーのソーダ割りだから甘みがちょっと強めに出てるじゃないですか。だからバーボン系とか、うん、カクとか、
はいはいはい、の、そのハイボールを作った時に、うん、ほんのちょろっと垂らすとか、うん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 、そういう使い方すごくいいよね。そうですね、うん、ワンダダッシュ、そのボトルからダッシュしたらドバッて出るからまあ5ミリとか1スプーンくらい、うん、そうね、うん、10ミリとか、うんうん、軽く入れて、うん、そうしたらお酒の味わいはグッときて、でも樽の感じもあって、うんうん、でそういうウイスキーと合わせればそんなに邪魔しないだろうから、うん、むしろ良くなってきそうだ、そうですね、気がするんでね、うん、そんな使い方だねこれね。そうですね、もしかもスピリタスそのまま飲みたい人は、うん、いや樽熟ありますよ、うち樽熟スピリタスありますよ、えってなる。スピリタスをストレートで頼む人なんかまずいないどうすんだよこのほぼ2本強化月間、スピリタス強化月間作るどっかで、どっかで、そもそもスピリタスよりは断然飲みやすいと思う。飲める飲める、ね、飲み比べセットとかやりたいですよ。スピリタス30-30、いやバカもうそれだけでもパッパラパオパッパパラパー量産者いらっしゃいませつって、まず有無を言わさず、これいらっしゃいませ、どうぞお通しですこれはスピリタスですいいとか言って清めていただいて、つって消毒です新しいウイルスも流行ってますからこれでまずあの洗っていただいて、あの口の中からあの消毒していただいて、消毒していただいてありがとうございますお手手シュッてやって、お手手シュッてやってその後こうですそれだけでペロペロで咳き込むでしょうねまあでも悪くはないね、うん、うん、びっくりしました。こちらは私前回樽詰めた時にプレゼント企画やるって言いましたが、うん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 、正式にですね、はい、これを送るとなると、はい、まあ約めちゃめちゃ金額が2桁万円かかるってことに、気がつきましたね、はい、ちゃんとやるとね、ちゃんとやるとそうなってしまうっていうことが分かりましたんで、はい、皆さんに送ることはできないと、はい、叶わないですね、はい、というわけでぜひお店に来てですね、はい、お飲みいただくような形になると思います。そうですね、誰も飲みたくないんじゃないかな。いやいや、もうバカな視聴者さん多いですからスピリタスくださいって、そう、あのスピリタス飲んでみたいなって方もまあ中にはいらっしゃるね、いらっしゃるでしょうから、うん、まあ30じゃなくてね、10とか15とか舐めるぐらいで、あととととと、ってやっちゃえばいいんでしょう、うん、ああ、はい、そうしたらこんな言うじゃないすっごい入っちゃったいや、いいっすよ、いいっすよ、つって10ミリ分でやん、つってまあそのような形にしたいと思います。はいはいはい、さすがにね、あの火炎瓶になっちゃうから送れないそうです。はいはい、というわけです。はい、次回ですね、次回というか今回、はい、またこの次ですよね。そう、何を入れるかです。何を入れるかということでございます、うん、もうサブローマル、アイラピーテッド、ヘビリーピーテッド、うん、そしてスピリタス、うん、フィニッシュになるんです。え、でもこれ感じなかったよね、ピート。感じるわ。本当？うん、ピートフィルター？いや、フィルターじゃない、全然感じるでもすごい、なんか痰がすごいの。いやもうね、あの痰がすごいの、これこれ飲んだらもう全部ね全部やられちゃって、全部やられっから、なんかネバネバ系を出してなんとかしようとすんだよびっくりするぐらい、あーやばい、声がこんなね、飲んでて僕ら結構声張るじゃないですか、こんな飲んで声張ったらもう天竜さんみたいになっちゃう、そしたらガルルルルみたいな、ガルルルルルみたいな、犬みたいな。今回はい、この次に入れるものですね、うん、これ満タンにしておかないと樽ダメになっちゃいますから、はい、すぐ入れちゃう、はい、すぐ入れちゃう。では今回は、はい、こちら、おお、来ました、来ましたね、はい、最近今ちゃんはもうほんとね、甘い甘いって言うじゃない、うんうん、もうラフロイグ10もめちゃくちゃ甘いわけでしょ、甘く感じる今やってことはよ、このスピリタス、はそしてこのニューポット、はい、結構辛系じゃないですか。辛系ですね、辛系フィニッシュになるわけです。だからね、やってみようということです。はい、はい、ラフロイグ10年、はい、43度の方、はいはいはい、ご用意しました、うん、俺さ、そう聞きたいんですよ、視聴者さんにも聞きたいんですけど、ラフロイグあんま置いてなくない、最近。ラフロイグ、お酒屋に置いてあってもなんか厳重管理されてたんですよ、10年10年が軽水に、うん、みたいなね、ことになってます。僕はなんかいつもアマゾンから届くから、ありがとうございます。はい、こちらぶっ込んでいきます。はい、はい、あ、こっち余ってるからこれ入れるか、うん、ね、まずそれから入れておきます。そうですね、すげえ入るんだから、ね、リッター以上入るのかな、もしかしたら。あ、でもそうみたいよ。おー、うん、
なんかちょっとやっぱりリッターは大きめに作ってるっていう風に聞きますね。タルロイグ10年。タルロイグ10年。10年と2週間。あ、そうだね。うん。まだいけんな。あ、まだいける。まだまだいける。あ、やりすぎちゃいました。完全にやりすぎちゃいました。タル一回さらっと通しました。タル同士。あ、いや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 。そんなわけないでしょうよ。タルさらっと通したぐらいで。本気かい？いや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 。本当かい？辛いよね。若干辛い。そして何このフルーティーさ。いやそれなんだろうね。残ってた成分が一緒に混ざったんでしょうね。まあそうだろうね。これはもう火気厳禁表示なくて大丈夫ですね。これはもう大丈夫ですよ。すね、皆さんご安心ください。これもしかもプレゼントできるね。これはできます。これはできる。はい。できる。まあまずくなる可能性もありますんで。まあね。その辺を見て。うん。まあまずくても欲しいって人もいるかもしれないですね。そうですね。まあいずれにしてももしかしたら。うん。はい。良ければ。うん。なんかわけわかんないことにならなければ。うん。プレゼント。タルロイグ。はい。タルロイグ。10年と2週間。そうです。うん。チャパ。やりたいですね。50ミリ10名さん。いいと思います。やりましょう。はい。はい。というわけで、本日は、うん。こちら。きつかった、スピリタス。はい。やってみました。うん。はい。ね。まあ、次回もね、色の変化とか、また、うん、そんなところをね。あ、重さ測ってみます？あ、やるか。せっかくだし。あ、いいんじゃない？でも、気温に応じてだよね。まあまあ、ざっくりでいいんじゃないですか。そうですね。はい。出たこれ。米を測ったやつです。いきます。はい。2.2 くらいですか。うん、2.2 にしますか、うん、とりあえずこれがどんだけ減るか、うん、ぜひお楽しみに。1週間後と2週間後で ね、測ります。というわけでまた2週間後、はい、お楽しみにしてくださればと思います。おー、はい、というわけで今日はこの辺でまた。ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか、久々のラフロイグ。こんなしつこかったっけ。もう何も飲めないのかな僕は。しつこい。もたーってしてるね。これ飲んでも感じるようになっちゃった。なんかさ、なんかの成分がものすごい気になってんのかもね。対して結構研ぎ澄まされているんじゃないですか。だから苦手だと思っている部分って人って感じやすくなるじゃない。俺の友達でさ、ネギ嫌いがいるんだけどさ、うんうん、ラーメン屋さん行ってさ、うん、ネギ入ってる。はいはい。普通になんか、そんなネギラーメンとかじゃなくて、チラッとしたやつ。うん、緑色の、うんうん、で普通のやつ。チラッと入ってるぐらいのラーメンだったんだけど、注文した時にネギ抜いてくださいってそいつ言った。はいはい。で作って、でもあれってバーって作るじゃない。はいはい、ラーメンって。で多分予想ではネギを一回ファッて置いたんだけど、はい、あ、ネギ抜きだって気がついて抜いて、はい、で持ってきた。はいはいはい、はい、俺の方にはネギ入って、うん、でまあだから実際見た目はネギ入ってないんだけど、うん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 、そいつ飲んだ瞬間に、ね、あれこれ一回ネギ乗せてんなって気がつくのよ。へぐらいやっぱ苦手なものには相当敏感じゃないですか人って。俺飲んだって気がつかないもんね、それやっぱり。ネギ入ってた本当にみたいな。だから何かしらその樽の部分なのかシェリーの部分なのか。そうだよね、多分木の渋みとか苦みとか。まあでも結構これオリオリオリオ出てますからね。まあまあ確かに、ね、一回くぐっただけで、うん、そういう部分が感じやすくなってるのかもしれないね。うん、どうしちゃったんだろう私。時期なのかしら。俺だってあれも最近わざと甘いもん食ってる。ああ、わざとなんかハーゲンダッツとか食ってる。はあ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 。そっち慣れてくんじゃない。うん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 。そうするとこういうのの甘さとかあんま感じなくなるのかなと思って。お、でも確かに以前より薄れてる気がする。はい、たるかじってるじゃん。ああ木をモコモコしてる。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。